どうも、勝田翔輝です。今日はですね、酒癖の悪い選手、行ってみようか。はい。酒癖の悪い選手ね。はい。まあ、数々の伝説を残してきた先輩方がいます。飲み会とかね、クラブとか行ってね。まあ、その中でも、その酒癖が悪いというかね、なんだろう、手を出してしまったことがある人が多々多いよね。あ、例えば、はい、そのジャイアンツで言ったら山口俊投手が警備員をボッコボコにしたりとか、はいはいはい、ありましたよね。沢村さんがなんか一般人に蹴りかましてやったとかありますね。いっぱいありましたよね、はい、多分それも全部お酒だと思うんですよね、はいはいはい。まあ、その中で酒癖悪かったなっていう人が、まあ、見てきた中で、うんうんうん、まあ、全員じゃないと思うんですけど、うんうんうん、まあ上位この人、まあできればもう飲みたくないなっていう。あ、もうこの人とは飲みたくないな。はい、発表しちゃう。さ、まあちょっと個人情報もあるんで、まあローマ字というか、うん、でもいいので。あ、なるほど。頭文字だから、まあちょっとヒントも出しつつ、まあコメント欄で皆さんの意見聞きながら。あー、なるほど。そういう感じで言ったら。なるほどですね。酒癖悪かった人か。はい。でもめっちゃ仲いいんですよ。はい。で、イニシャル出したらバレるっす。わかるっす、その人は。あー、そうなんですね。ごめんなさい、E です。E さん ?E さん。まあもうこの人には何回も、はい、僕も怒られたし、はいはいはい。兄貴分的な存在な人で、はいはいはい。喧嘩したことも何度もありますし、へー。僕がボコボコにしちゃったこともあるし、本当にそんなこともあったんですか。僕を起こしてくれた、毎日ね、酒飲んだら起こしてくれてたいい兄貴分なんですけど、はいはい。酒癖悪かったわな。どんな感じだったんですか。何やろうな、例えば、何やろう、もう昔のことっすよ。はいはいはい。何やろう、マーシーズ東京っつって、高級な個室カラオケいっぱいあるところで、部屋の中にも風呂とかトイレがあるところで、もうベロベロになって、自分がその女の子と、違う部屋のトイレでイチャイチャしてたんですよ。はいはいはい。その時ずっと覗いてきてたんですよ。うんうんうん。で、やめてくださいよっつってもずっと覗いてくるんですよ。はい。もうベロベロで。はい。いいな、俺も混ぜてとか言ってくる。いやいやいやとか。マジでもういい加減してくださいよ。はいはい。向こうベロベロで多分覚えなかったと思うんですけど。はい。それでもずっと覗いてくるんですよ。ドアに顔を挟めてこうやってずっと見てるんですよ。とか、はい、なんやろうな。同じ話を2時間ぐらいしてきたから。そうですね。まあ仲いいんですよ。うん、本当にいい相手も。はい。あと S。S さん。S。はい。S はいっぱいいるもんね。そうですね。うん。いきなり口調が強くなったりするんですよ。まあ元々強いんですけど。はい。であと何やろ、何からも何を言われても否定的。ほう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 。いやいや、そんなんじゃなくて。へぇー、めんどくせぇみたいな。あ、その先輩なんですか。先輩っすね。はい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 。まあ、基本的に先輩が多いって感じですね。基本的に先輩っす。はいはい。まあ、S じゃ多分想像できないと思う。そうっすね。想像できるところはただ、何人かいると思うんですけど、はいはい、その人たちはない。はいはいはい。マジでその、やっぱ酒で豹変する人がめっちゃいるんで、酒弱い人だったりとか、もう一生飲みたくないっすね、その人とは。うんうんうん、めんどくさい。当たります。あと一人目って E ですよね。イングランドの E ですよね。そう、 ABCDE。 OK です。多分見てると思う、このチャンネル。へえ。今でも連絡取り合ってるんで。あの時はめんどくさかったっすよ。先輩、誰かな。僕も一個 S さんの話、まあ別か分かんないんですけど、なんかバーテンダーに蹴り入れたみたいな話はちょこっと聞いたことある。あ、沢村さんでしょ。違うっす。え、どれ。阿部さんっす。なんか阿部さんがなんか僕の元上司がバーで働いてたら、何やっとんねみたいな感じで髪の毛掴まれたって言ってました。阿部さんに。はい。え、はい。で、だからもうクソ酒癖悪いって聞いて。阿部慎之助さん。はい。で、なんかそれで小林誠さんとかも阿部さんに呼ばれたらちょっと行きたくないみたいなこと言ってたみたいなことは聞いたっすね。まあそういうのあるんでしょうね。安倍さん、これさすがに使えないんですけど。いや、使おうよ。らしいです。小林誠二さん、安倍さんから誘われたら飲み行きたくないらしいです。あー、これやばいな。これ僕も聞いた話なんで。うん、はい。でも90%合ってると思うよ。なんかそういう雰囲気とかあったんですか。安倍さんと飲み行ったことあるんですかね。ないないない。安倍さんだけなんか名前出しになっちゃったんですけど、気張るやん、やっぱり。ああ、確かに。うん。しかもキャッチャーとピッチャーでかつ上司ですもんね。うん。あと、高橋由伸さん
酔っ払ってる時に呼ばれたことがあったんですよ。はい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 、青山に、はい、あの人はめちゃめちゃ綺麗な飲み方をします。へえ、ベロベロですよ、すごい。で普通は「おう笠原おはよう」っていうのが、うん、まあベロベロだと「おう笠原来たか」みたいな、そのぐらいなんですよ。へえ、全然飲めないみたいな、はい、もう怖さ一切なく、はい、気遣んでいいからなと思ってくれたし。何個上ぐらいなんですか。いや全然上でしょ、もう40何歩でしょ、10、まあ、一回りぐらい。そうそうそう、あと坂本彩人さんはもう酒ヤクザっすね。あ、もう飲ませる。いやいや超強い。へえ、強かった。酔っ払ってるとか見たことない感じですか、吐いてること。いやいや、あるっすよ。あるっすね。もう人形状態になってましたけど、一回クラブで林さん帰りますよっつっても、ずっと飲む。人間って人形状態だと重いんすね。あ、俺でも持ち上がられなかったっすもん、隼人さんのこと。へえ、まあその投資会とか野手会でもやっぱもう飲めってなるんですよ。はい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 、もう安倍さんとか、はいはいはい、もう絶対飲むしかないじゃないですか、若手は。はいはいはい、しかも潰れちゃいけないじゃないですか。はいはい、だからそういうなんか飲めっていうのがしんどかったっすね。あ、酒癖悪い人っていうよりも強制してくる人。そう、まあでもそのおかげで僕は酒強くなったんですけど。はいはい、じゃあその、まあ、吉野さんみたいな感じで酒癖が良かった人とかにいますか。あ、まあ、これは全然名前出していいと思うんで。うん、はい、それこそ内海さん。はい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 、良かったっすね。後輩やることを自分がやりだすんですよ、内海さんって。場を盛り上げないといけないと思ったら自分で踊ったりとかしちゃうんであと変わらないのが山口哲也さんですよね。どんだけ飲んでも、はい、酔ってニヤニヤしだすんですけど普段表情出ない山口さんでも、はい、ニヤニヤしだすんですけど、あんま変わんないですね。へえ、ノブは、今村は何だろう、俺のイメージ酔っ払ったら可愛こぶるっすね、女の子に対してちょっとなんかよしよししたくなるようなキャラになる、今村はね。沢村さんちょっと気になるんです、どうなるんですか。あ、ドッカンっすドッカンス、もうはっきり言いたいこともさらに喋るし、はい、もう爆発的ノリの人っすね。あ、最高っすね。いい方のノリの人とかですね。いい方もあるし悪い方もある。悪い方もあるんですね。いやだからその身内には手出さないけど、外になかったら「はい、お沢村ジョン」とか言ったら「沢村さんだろ」とかっていうタイプ、はいはい、あ、それがクラブのやつですね。そうそうそう、はいはいはい、いい人っすよ。はい、ということで今日はお酒の事情について喋ってみましたけれども、これこの人が聞きたいとかあったらぜひ、コメント欄で、教えてください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ、バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。